戦国時代の人物戦国武将、吉田重方吉田茂方は、戦国時代の武将、弓術家、近世弓術の主流となった吉田流弓術の祖。鑑賞4年、大見国家盲軍川森で誕生。茂方は、幼少時に、泉流、武田流、小笠原流などの古流休日を学び、続いて、明王年間頃に、 日置正嗣具が創始した社宝を収めたとされる。日置壇上の社宝は従来のものに比べ革新的であったことから、壇上以前の流派を古流、壇上以降を新流という。この流れは、茂方の子孫らにより大いに世に広まり、日置流、または吉田流と称され、茂方は吉田流海祖とされた。近世以降の休日流派はほぼすべてこの日置。 吉田流の系統に属する。なお、日置壇上に関しては、その存在を含め不明な点が多く、実在説のほか、茂方による創作説、正具、茂方同人説などがある。茂方は、天文12年4月13日没した。去年81。家業の休日は、この吉田茂政が継いだ。日置流郭派系図吉田氏は、 宇田源氏の佐々木氏一族で、佐々木秀吉の子、吉田岩尾州を子祖とする家系である。戦国時代当時、吉田氏は六角氏の重臣であった。現在の龍王町付近が領地であったとされ、道地の川守付近の八幡神社は、巨城の川市城跡と伝わる。周辺には、吉田氏の自責が伝わる地が多い。関西重修諸家府の吉田氏系図には主義方について、 佐々木家に属し、騎下七人のうちたり、日置壇上と与秀に従いして、社芸を学ぶ。と秀が、門人王子といえども、いつも守る一人その名を売るがゆえに、豊秀家電を継がしむ。これよりよこぞりて、吉田流と称す。子孫に至るまで代々宗伝てその術を教授す。とある。茂方の法名にちなむ、道だからという読み具がある。これは、 弓の弦の中仕掛ける部分に麻などを巻き補強した部分を作る際、巻き付ける繊維を締めるための小さな表紙牧場のものである。ありがとうございます。